ただいまから総務委員会を開会いたします委員の異動についてご報告いたします昨日までに梅村瑞穂さん長峰誠君及び西田誠君が委員を辞任されその補欠として片山虎之介君山本純三君及び高橋光雄君が選任されました政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします 電気,通電気通信事業法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に理事会協議のとおり、内閣官房、内閣審議官、吉川哲司君ほか、11名を政府参考人として指摘を求め、その説明を聴取することにご異議ございませんか。はい、ご異議ないと認め、作用決定いたします。電気通信事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案の趣旨説明は既に聴取しておりますのでこれより質疑に入ります質疑のある方は順次御発言願います吉川沙織さん